千葉聖心高等学校は、千葉県千葉市中央区道上北1丁目にある、私立高等学校。運営は、学校法人増田学園。1947年に、千葉洋才学院として設立された、現在の千葉女子専門学校の系列学校として1979年に開校。開校以来千葉女子専門学校と校舎を共用していたが、2008年に第2体育館として使用されていた施設を改築し、完全移転分離した。施設が充実しており、校内にエレベーターがある。1階のカフェテリアで昼食を楽しむ。また、ピアノ練習室、保育ルームなど、保育学習に特化した施設がある。2007年にコース制導入。2年次より適用される。保育士や幼稚園教諭を目指す人のためのコース。千葉女子専門学校附属西幼稚園と連携し、教育実習が行われる。また、千葉女子専門学校への優先入学制度が適用される。大学、短期大学や、医療系の専門学校への進学を目指すコース放課後に入試対策講座、長期休業中に夏季・冬季講座が開講される。大学、短大、専門学校への進学希望から就職まで多種多様な進路希望に対応。進路ガイダンス、就職ガイダンス、職業体験学習などを通じて総合的にサポート。確かな学力を身につけた。行動力のある女性の育成豊かな心と礼儀正しい自立した女性の育成学校、保護者、地域の連携から育まれる豊かな表現力の育成修学旅行は平成21年度より沖縄となっている。林道祭は専門学校、附属幼稚園との合同祭となっている。アイテムカラーは組み合わせ自由。ありがとうございます。